メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今回のブログはこちらです。心がすり減っちゃったなぁと感じた時、心に栄養を与えて心の充電をしましょうということが書いてあります。よかったら斉藤幸男のブログをお読みください。ブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することは、メンタルエステスクールで検索してください。よろしくお願いいたします。